シラーに含まれるフェノール化合物はワインの味、色、口当たりに寄与している。ワインには様々な種類の天然フェノールやポリフェノールが含まれ、味や色、口当たりに影響を与えている。これらにはフェノール酸、スチルベノイド、フラボノール、ジヒドロフラボノール、アントシアニン、フラバノールモノマー、フラバノールポリマー等が含まれる。 これらは、フラボノイドとヒフラボノイドの二つの分類に対別することができる。フラボノイドには、アントシアニンやタンニンが含まれ、ワインの色や口当たりに寄与している。ヒフラボノイドには、レスベラトロール等のスチルベノイドや、暗測鉱酸、コーヒー酸、ケイヒ酸等のフェノール酸が含まれる。天然フェノールは、果実中に均一に存在しているのではなく、フェノール酸は、パルプ質に、 アントシアニンやスチルベノイドは、カ肥に、カテキン、プロアントシアニジン、フラボノール等のその他のフェノールは、カ肥と種子に、それぞれ大部分が存在している。ブドウの成長過程で、日光は果実中のフェノール含有量を増加させる。ワインに含まれる様々なフェノールの割合は、ワイン醸造の方法により変化する。赤ワインには、アントシアニン、プロアントシアニジン、 フラボノール等の過費や種子のフェノールが多く、一方白ワインのフェノールはパルプ質に由来するもので、フェノール酸と少量のカテキン、スチルベンが含まれる。白ワインで見られるフェノールは赤ワインにも含まれる。ワイン中の単純なフェノールはワインの熟成中に主にポリアントシアニジンとアントシアニンの縮合により複雑な分子に変換され、そのため色も変化する。 アントシアニンは熟成中にカテキン、アントシアニジン、その他のワイン成分と反応して、新しいポリマー色素を形成し、色を変化させるとともに渋みを低下させる。ホリンチオカルトをし薬を用いて定量したワイン中の、平均の合計ポリフェノール含有量は、赤ワインで 216mg、100ml、白ワインで 32mg、100ml である。ロゼワインは 100ml と赤ワインと白ワインの中間になる。ワイン醸造においてワイン中のフェノールの含有量を増やすためにマセレーションと呼ばれる過程が行われる。フェノール酸は果実のパルプ質や果汁に含まれマセレーションを経ない白ワイン中にも含まれる。オーク熟成もワイン中にフェノール化合物を導入する過程であり、バニリンによりバニラ香がつくのが有名である。 ワイン中のフェノールの大部分は二次代謝産物に分類され、一次代謝活性はなく、ブドウ中での機能もないと考えられている。しかし、いくつかの植物では、フラボーノイドがオーキシン輸送の調整を担っていることが証明されている。これらは水化用で排糖体として液胞中に分泌される。ヨーロッパブドウは多くのフェノール化合物を生成する。その蘇生は、 品種によって異なる。マセレーションの過程で、ブドウの火皮からワイン中に、フェノール化合物が移る。赤ワインでは、最大90%ものフェノール化合物が、フラボノイドに分類される。主に茎、種子、花皮に由来する、これらのフェノールは、しばしばマセレーションの過程でブドウから進出される。これらの化合物は、ワインの渋み、色、口当たりに影響する。 白ワインでは、醸造中に火皮との接触が少ないため、フェノールの含有量は少ない。フラボノイドの抗酸化作用や化学療法作用による健康効果については、研究が進んでいる。フラボノールフラボノイドの分類のサブカテゴリーに、フラボノールがあり、黄色色色素のクエルセチンを含む。他のフラボノイドと同様に、果実中のフラボノールの含有量は、日光にさらされるほど、 多くなる。ブドウ栽培下の中には、クエルセチン等のフラボーノールの測定量を、ブドウ畑の日照量等の指標とするものもいる。アントシアニンアントシアニンは、植物界全体で見られるフェノール化合物であり、花、果実、葉等の赤色や青色に寄与している。ブドウでは、熟して、花碑の色が、緑色から、赤色や黒色に変化する時期に、糖と共に含有量が増加する。 大部分のブドウでは、アントシアニンは火皮の外側の細胞にのみ存在し、その内部の果汁は無色である。したがって、ワインに色素を移すには、発酵したムストを、ブドウの火皮と接触させる必要がある。したがって、多くの白いスパークリングワインを、ピノノワールや、ピノムニエ等の赤ワイン用のブドウから作るのと、同様にして、赤ワイン用のブドウから白ワインを作ることもできる。 この例外は、アリカンテブーシェ等のタントリエと呼ばれる、少数のブドウ品種であり、これらは、果実のパルプ質にもアントシアニンを含み、果汁が着色している。ブドウの中には、配当体としていくつかの種類のアントシアニンが含まれ、ルビーのような赤色から暗い黒色まで、ワインの様々な色に寄与している。ブドウ学者は、この性質をブドウ品種の同定に利用している。 ヨーロッパブドウのアントシアニンは1分子のグルコースとしか結合しないが、雑誌やアメリカのラブルスカダネは2分子と結合するアントシアニンを持つ。この現象はヨーロッパブドウの持つアントシアニンマイナス5を、グルコシルトランスフェラーゼ電子の二重変異のせいである。20世紀中盤にフランスのブドウ学者がこの知識を用いてフランス中のブドウ畑の品種の調査を行った。 ピノシュのブドウは他の品種が作るピークマロイルアントシアニンやアセチルアントシアニンを作らないことでも知られている。テンプラにー量は高 pH であるが、これはワイン中に青色や無色のアントシアニン色素が多いことを意味する。その結果、ワインの色は青色に近くなる。最終的な赤ワインの多様な色はワインの酸度によるアントシアニンのイオン化一つの原因である。この場合、 アントシアニンは赤色、青色、無色の3つの色になり、これらの色素の濃度がワインの色を決める。低 pH のワインでは、イオン化したアントシアニンの割合が高くなり、明るい赤色となる。一方、高 pH だと、青色や無色の色素が多くなる。ワインの熟成に伴い、アントシアニンはワインに含まれるタンニン、ピルビン酸。 アセトアルデヒド等の他の酸や化合物と反応して、よりレンガ色の色合いに変わってくる。これらの分子はポリーマーを形成し、最終的には、その溶解度を上回り、ワインボトルの底に沈殿物として溜まる。ピラノアントシアニンは、赤ワインの熟成中や発酵中や、ミクロオキシジェナシオンによる、熟成中に、酵母により形成される、化合物である。 タンニンニタンニンはワインの色、熟成能、質感に影響を与える広範な化合物を指す。タンニンには匂いも味もなくワインのテイスティングにおいて触覚器への乾いた感覚や口に残る渋みとして検知される。これはタンニンが唾液に含まれるタンパク質と反応しやすいためである。ワインと食品のマッチングとしてはタンニンの渋みを和らげるためタンニンの多いワインには 赤肉等のタンパク質を多く含む食品が合わせられる。しかし、多くのワイン愛好家は、特に口当たりの面でタンニンを好ましく思っている。ワイン醸造中のタンニンの管理は、最終的なワインの質にとって重要である。タンニンは、ブドウの可否、茎、種子に含まれるが、多く損からの移行もあり、また、粉末のタンニンが加えられる場合もある。 ブドウに含まれる天然のタンニンは酸性溶液中で加熱されると赤色のアントシアニン色素を有利する性質からプロアントシアニジンと呼ばれる。ブドウの抽出物にはモノマーや平均15度8までの小さなオリゴマーが多く含まれる。ブドウ種子の抽出物にはカテキン、エピカテキン、モッシュクシ酸、エピカテキンの3種類のモノマーとプロシアニジンのオリゴマーが含まれる。 ブドウ花費の抽出物には、カテキン、エピカテキン、ガロカテキン、エピガロカテキンの4種類のモノマーと、プロシアニジン、プロデルフィニジンのオリゴマーが含まれる。タンニンは、大社の家庭で酵素により作られる。ブドウ中に天然に含まれる。タンニンの量は品種によって異なり、カベルネソービニオン、ネッピオーロ、シラー、タナはタンニンが最も多く含まれる4つの品種である。 タンニンやアントシアニンとカテキンとの反応で色素タンニンと呼ばれる別の種類のタンニンが形成され赤ワインの色に影響を与える。ワイン醸造の様々な段階で色の安定性を向上するため多くの木、ブドウの種子や花皮、植物の虫昆布、また栗、ケブラコ、ガンビールの木、ミロバラン等の果実等に由来する添加用のタンニンを加えることもある。 オーク材由来のタンニンは多くの木に見られるエラグ酸や木色子酸から作られ、下水分解型タンニンとして知られる。ブドウの茎、種子、果皮と共に発酵させると、ワイン中のタンニンの含有量が増える。ブドウ畑では、ブドウ中の熟したタンニンと未熟なタンニンの境目も形成されてくる。この差は果実を味わうことでおおよそ見極められ、 等の含有量とともに収穫時期の判断に用いられる。この考えは、熟したタンニンは味を柔らかくするが、ワインに好ましい口当たりを与えるためである。ワイン醸造において、ムストととドウの可否、茎、種子を接触させる時間はワイン中のタンニンの量に影響を与え、マセレーションの時間が長くなると、タンニンの抽出量はより多くなる。収穫後。 通常発酵の前に茎は除去されて廃棄されるが、ピノノワール等のタンニンが少ない品種の場合、タンニンの量を増やすために意図的に一部の茎を残すこともある。ワイン中のタンニンの量が過剰な場合、タンニン分子と結合して沈殿させるアルブミン、カゼイン、ゼラチン等の成長剤を添加することもできる。ワインが熟成すると、タンニンは重合して調査になり、 柔らかくタンニンの少ない味に感じる。ワインを酸素にさらすことでタンニンを重合しやすい、ノン様の物質に参加すると、この過程は促進される。ミクロオキシジェナシオンやデカンテーションの手法を用いることで、タンニンの熟成を部分的に模倣することができる。研究により、プロアントシアニジンとして存在するタンニンは、血管の健康に効果があることが示された。この研究では、 タンニンが動脈硬化の原因となるペプチドの合成を抑制することが明らかとなった。またこの研究ではフランス南部やスペインの地域でできるワインには特にプロアントシアニジンが豊富に含まれ、これらの地域は寿命が長いことも指摘した。タンニンとアントシアニジンの反応で色素タンニンとして知られる別の分類の化合物が生成し、これが 赤ワインの色に影響を与えている。タンニンの添加食安定性を向上させるために、ワイン醸造の様々な段階で、多くの木、ブドウの種子や花皮、植物の虫こぶ、また栗、ケブラコ、ガンビールの黄ミロバランの果実等に由来する市販の添加用タンニンを加えることができる。飲みやすさと熟成能に、タンニンが与える影響タンニンは、ワインに含まれる天然の保存量である。 タンニン含有量の多い未熟成のワインはタンニンが少ないものと比べて飲みやすくない。タンニンは煮出した茶のような口が乾いてすぼまるような感覚を残す。この効果は食べ物なしでワインを飲んだ時に特に強くなる。多くのワイン愛好家は天然のタンニンを長期熟成可能なサインだと考えている。ワインが若い時にはタンニンが多いワインは渋みを感じるが、 13セ氏シュ16度の適切な温度状況の下で保存され、タンニンが重合すると美味しく複雑な味わいが生まれる。タンニンの助けによりワインは40年以上も保存できるようになる。ボルドー等の多くの地域ではカベルネソービニオン等のタンニンの多いブドウはメルローやカベルネフラン等のタンニンの少ないブドウとブレンドし、タンニンの特徴を薄めることが行われる。 白ワインやヌーボー等の早飲みワインは通常タンニンの量が少ない。フラバマイナスサンオールは様々なタンニンの構造となっており、ワインに苦味を与えている。これらはブドウの種子に最も多く含まれるが、火碑や茎にも含まれる。カテキンはブドウ果実を微生物から守る役割を果たしており、ブドウがビト病等の病気にかかった時に高濃度で作られる。 この理由のため、寒冷湿潤気候で育つブドウは、温暖乾燥気候で育つブドウよりもカテキンの含有量が多い。アントシアニンやタンニンとともに、これらの加合物もワインの色を長期間にわたり安定させる。カテキンの含有量は、ブドウの種類によって異なり、ピノノワール等は多く含むが、メルローやシラーは非常に少ない。抗酸化物質として、 カテキンを多く含むワインの摂取の健康影響が研究されている。赤いブドウでは最も多いフラボーノールはクエルセチンで、ミリセチン、ケンペロール、ラリシュトリン、イソラムネチン、シリンゲチンが続く。白ワインでは最も多いフラボーノールは同じくクエルセチンで、ケンペロール、イソラムネチンが続く。デリフィニジン様のフラボーノールであるミリセチン、ラリシュトリン、シリンゲチンは 白いブドウには含まれず、フラボノイドマイナス3、5ヒドロキシラーゼは白いブドウでは発現してないことを示している。ミリセチン、ラリシトリン、シリンゲチン等の赤いブドウにしか存在しない、フラボノールは赤ワインで見られる。ヒドロキシケーヒ酸、ヒドロキシケーヒ酸はワイン中のヒフラボノイドフェノールで最も重要な分類である。四つの最も豊富な化合物は、主積酸、 トランスクリプションカフタル酸、シスおよびトランスクリプションクタル酸、トランスクリプションフェルタル酸である。ワイン中で有利型で存在することもある。スチルベノイドヨーロッパブドウはスチルベノイドも生成する。レスベラトロールはブドウの可皮に最も高濃度で含まれる。成熟果実中にレスベラトロールが異なった含有量で含まれるのは成熟度の差もあるが、 遺伝子型の違いい。が大きい赤いブドウにも白いブドウにもレスベラトロールが含まれるが、火肥の接触やマセレーションがあるため、赤ワインの方が白ワインよりも10倍も多く、レスベラトロールが含まれる。ブドウが生産するレスベラトロールは微生物からの防御の役割を果たし、その生産は紫外線照射者で活性化される。ボルドーやブルゴーニュ等の寒冷で湿度の高い地域では、 病気になる可能性が高く、カリフォルニアやオーストリア等の暖かく乾燥した地域に比べて、レスベラトロールの含有量は多くなる。ブドウの品種によってもかなり含有量は異なり、マスカダインやピノシュには多く含まれるが、カベルネ種には少ない。20世紀末、フレンチパラドックスに関して、レスベラトロールの健康への影響について興味が持たれた。 ブドウ中にはピセアタンノールも存在し、そのため赤ワインでも見られる。フェノール酸バニリンは、バニラと関連するフェノール製のアルデヒドであり、オークソンで熟成されたワインにも含まれる。ブドウにも、痕跡量のバニリンが含まれるが、オークソンの木材のリグニン構造を構成している。新しい樽はより多くのバニリンを含み、使用とともに含有量は減っていく。 タンニンやバニリン等のフェノール化合物はオークソンでの熟成中に抽出されることがある。オークソンはバニリンや可用性タンニン等の化合物をワインに加える。オーク中の可用性タンニンは木材のリグニン構造に由来する。これらはワインを酸化や還元から保護する。4. エチルフェノールと4エチルグアイアコールはブレータノマイセ接属酵母が感染した。 多く損熟成中の赤ワインで生成する。コルク由来の抽出物は、スペイン語で、ボトルとアットオリジンと言われる。低分子量ポリフェノールやエラジタンニンは、コルクセンからワイン中に抽出されやすい。同定されているポリフェノールとしては、モッシュクシプロトカテク酸、バニリン酸、コーヒー酸、フェルラ酸、エラグ酸、プロトカテクアルデヒド、バニリルアルデヒド、コニフェリルアルデヒド、 コニフェリルアルデヒド、シナピルアルデヒド、エスクレチン、スコポレチン等がある。エラジタニンとしては、ロブディン A、ロブディン E、グランジニン、ベスカラギン、カスタラギン等がある。グアイアコールは、コルクによるワインの汚染の主原因である。フラッシュリリースは、ワイン圧作の方法の一つで、フェノール化合物が、より抽出されるようになる。ワインを、限定的に酸素にさらすと、 フェノールの含有量に影響を与える。ピノシュ赤ワインとボジョレーのロゼワイン、白ワインの280ナノメートル液体クロマトグラム。それぞれ異なったフェノール化合物のピークを持つ。9分と15分の間の山は、主に赤ワインに含まれるタンニンに対応する。製造法やワインの種類、ブドウの品種、熟成方法等に応じ、以下のフェノールがワインに含まれる。以下は、 一般名のアルファベット順に並べたリストで包括的なものではない。ワイン中のフェノールは、揮発成分と相互作用し、特有の香りを放出することに寄与している、可能性がある。ありがとうございます。